サドベリー隕石港。サドベリー隕石港は、カナダ・オンタリオ州グレーター・サドベリー市にある、地球上で2番目に大きなアストロブレム隕石衝突に近する地質が前である。地球上で2番目に大きな衝突クレーターであるという説明がしばしば見られるが、正確には地形としてのクレーターはすでに失われている。クレーター跡は現在は深く侵食され強く、 変形しているが、生成時には直径200から 250km あったと推定される。なお、世界で一番大きいアストロブレムは南アフリカ共和国のフレデフォートドーム。また、3番目は恐竜絶滅の要因と目されるメキシコの畜種ルーブクレーターである。サドベリー盆地には、かなり悪い、隠れ岩類、堆積岩類が潰れた楕円型に、 同心円状に並ぶ特異な地質構造が発達しており、地質学的にはこれをサドベリー構造と呼ぶ。その起源は18億5000万年前の隕石の衝突であり、クレーター地形は侵食と広域作白で失われたが、当時の地下地質構造が現在地表に露出していると考えられている。衝突によってマグマが発生し、そこから生じた日、 ナリーワルイに、ニッケル、同鉱山群が含まれ、資源地質学的に重要な地である。盆地南部のクレートン鉱山には、サドベリーニュートリの観測所がある。北米大陸五大湖の中央を占めるヒューロン湖には、東側に、ジョージア湾と呼ばれる入り江が付属する。サドベリーは、ジョージア湾の北5 0トルに位置し、盆地の中心の座標はである。現在この盆地は、 グレーターサドベリー市に属し、旧サドベリー市の中心は、盆地の南側の裾にある。盆地は、地元では、単にザバレーと呼ばれている。サドベリー盆地は、東北東西南西の長軸を持つ楕円型で、長径 62km、単径 30km、深さ 15km である。サドベリー構造の形成年代は、 ジルコンの UPB 年代から約18億5000万年前と見積もられている。直径約1 0トルの隕石が衝突してできたと考えられており、放出物は1600万トルにわたって撒き散らされ8 0 0トル以上運ばれた。形成時には直径200から2 5 0トルの巨大な円形クレーターだったと推定され、 その後の深い浸食と作り山運動による変形によって現在の盆地が作られた。この大きさの推定だと盆地の北側に盆地と同心円をなすように分布する地溝をかつてのクレーターのリング上をオーブと解釈することになる。現在までの浸食は盆地北縁で6トルになると推定され、クレーターの外縁は完全に消え去っている。盆地の東端に隣接する ワナピッティ湖は約3720万年前に形成された衝突クレーターである。サドベリー火星複合岩体のダイエンリング状の分布はワナピッティクレーターの部分で凹んでいる。サドベリーとワナピッティの二つの衝突クレーターが接近していることは完全に偶然である。サドベリーが鉱山地帯として発見されたのは1883年である。周囲は カナダの東半分を占める広大なカナダ建上地に見られる一般的な地形であり、氷床の侵食によって形成された湖が散らばる平坦地形であった。新葉樹が繁茂しており、サドベリー自体も材木の集積場として始まった。鉱山が発見された経緯は、鉄道建設によるものであった。カナダ東部と太平洋岸のバンクーバーを結ぶ、大陸横断鉄道の一つ、 カナダ太平洋鉄道の建設中、葉っぱによってニッケル都道の鉱石が見つかった。最初の鉱山はマレー鉱山と名付けられた。ニッケルは1844年にようやく工業向けの用途、すなわち食器などの銀メッキの母材としての用途が見つかったばかりであり、当初は銅鉱山として稼働していた。1888年にドイツ生まれのイギリスの科学者、 ルードイッヒモンドと助手のカールランガーがニッケルカルボニル NI を経由し純度99.99% 99のニッケルが得られるモンド法を開発ニッケル合金の可能性が広がったモンドは自らの手法をカナダにおいて応用するためモンドニッケル社をエールズに創立している現在重要な合金としては熱膨張が極めて小さいインバー鉄 ニッケル36%、耐食性に優れた、ステンレス、鉄、クロム、ニッケル8%、灼熱状態でも酸化されないニクロム、クロム、ニッケル78から89%、海水に侵されない、モネルメタル、銅、ニッケル70%、ガラスと同じ熱膨張率を示すプラチナイト、鉄、ニッケル46%、 ステンレスをおかす硫化水素に耐えるインコマイナス276、クム、モリブデン、ニッケル57%、形状記憶合金の先駆けにチノール、チタン、ニッケル55%、この他用銀、アエン、銅、ニッケル10から20%、コンスタンタン、銅、ニッケル45%、マンガニン、銅、マンガン、ニッケル2から4%、ニッケリン、アエン、銅、 ニッケル20から30%などがある。これらの合金を製造するには当然のことながら、ニッケルが欠かせない。サドベリーは150の鉱山からなり、発見から100年間にニッケル600万トン、銅もほぼ同程度を算出した。インドネシア、オーストラリア、キューバ、ニューカレドニア、南アフリカ共和国、ロシア、シベリアなどの新興国。 地域のニッケル鉱山が炭鉱、開発されるまでは、サドベリーのニッケルは年間世界生産の7割を占めていた。ニッケル、銅のほか、コバルトと白金も最高の対象となっている。この地は、カナダ縦上地上の地質区分では、スペリオール区とサザン区の境界にあたり、盆地の1 1 0キロメートル南東には、サザン区とグレンビルクの境界がある。 サドベリー盆地の周囲は、対極的には、北西側にスペリオールクに属する死生類大の花崗岩類、変魔岩が南東側にサザンクに属する原生類大の編成を受けた大石岩、火生類が分布し、その境界線上にサドベリー構造が載っている。しかし、盆地の北側にも部分的にヒューロニアン類相群が同神園構造と並行するように分布し、 盆地の北西縁に沿って、強変性変魔岩があり、南東縁に沿って、原生類外の新生岩の貫入があるなど、背景の地質は単純ではない。サドベリー構造を構成するユニットは、次の3つに大きく分けられる。岩脈角歴岩及び、カバン角歴岩、サドベリー火星複合岩体、ホワイトウォーター層群。サドベリー盆地の形は、楕円のリング状に分布する。 シックによって決定されている。シックは、下に凸なおわん型のひなー岩岩体で、衝突誘拐物シートと考えられている。シックの外側に隠れ木化した、河岸岸類や岩脈隠れ木岩が発達し、シックの内側には高化物隠れ木岩や堆積岩から、なる、ホワイトウォーター層群が閉じ込められている。鉱山群は、シックの分布に沿って点在する。シックから、 最大で 80km に至るまで、角力岩質岩脈が不規則に発達し、集合的にサドベリー角力岩と呼ばれている。岩脈角力岩は主に盆地北西部の強変性変魔岩の中に走り、基板の岩石に隕石衝突の衝撃波が伝わって形成されたと考えられている。それとは別に、シックの直下にポリミクトなカバン角力岩があり。 衝撃を受けたクレーター艇であると考えられている。カバン眼類には、シャッターコーンや、衝撃編成石英などの衝撃を受けた岩石の特徴が見られる。厚さ約2 5トルの清掃したマグマ様の日、ナリ悪ワである。最下部では核力を伴う、石英戦力岩の岩脈が不規則に発達する。岩体主部はほとんど採設物を含まず、下からノーライト、 石英半霊岩、分蔵半岩に清掃している。シックは、塩と慶応に富み、マントルではなく基板岩類に蘇生が似ている。したがってシックはマントル由来ではなく、衝突で基板が溶けたものが溜まり、ゆっくり冷える間に清掃して形成されたと考えられている。しかし、衝突誘拐物で、ニッケル鉱石の起源を説明するのは難しく、論争がある。かつては、 カナダ縦上地に対する大規模なヒナリー岩の貫入によってできた構造と考えられていたため、サドベリー貫入岩体とも呼ばれていた。シックの上にはホワイトウォーター総群と呼ばれる堆積岩があり、下部から厚さ約1400メートルの数バイト及び数バイトの再堆積したもの、約600メートルの容里の発達した有機質デーガンとデーガン及びシルトガン。 約850メートルのリシックなわけ、シルトガン、有機質デーガンからなるタービナイトの3つに分けられ、この3つは、前位する。奇妙なことにホワイトアウォーター層群を構成する、岩石は、サドベリー周辺の他の地域には、一切認められない。ホワイトウォーター層群に属する3つの類層と、サドベリー火星複合岩体主部の合わせて4つは、地質図上で盆地の楕円型に沿って、 同心円状に配置されている。これらの構造は地下において玉ねぎのように立体的な層状をなしている。すなわち、2番目から4番目の層は樹木の年輪のように垂直に地下に潜っているのではなく、それぞれ地下でつながっている。第二次世界大戦後、岩石学の発達に従って温度と圧力を変化させた場合のシリカ鉱物の 安定関係が次第に明らかになってきた。常温上圧下では、アルファ石英が安定だが、573度で、ベータ石英に転移する。さらに温度を上げると、870度で、トリリマイト、さらに、クリストバライトとなり、誘拐に至る。温度ではなく、圧力を上げていくと、500度から800度の場合は、3.5GPA で、高際と、1953年に、 合成に 10GPA でスティッショバイト1961年に合成に転移することが分かった。チャオラはアメリカ合衆国アリゾナ州のバリンジャークレーターを調査し、まず1960年に天然の鉱ウサイトを1962年には天然のスティッショバイトを発見した。ビーツは1960年隕石の衝突によって生じた後アストロブレームと命名。 これはギリシャ語の星と傷を合成した術語である。リーツは月のクレーターと地球の隕石港を比較。月のクレーターにはマグマが溢れた跡と思われるものが観測できることに対し、地球の隕石港にはマグマの跡がないことに気づく。月と似た構造を地表で探すうちにサドベリーに行き着く。リーツは1960年、サドベリー歓入岩体の外側、つまり、 本来の地質構造を調べるうちに奇妙な構造を見つけた。1905年、ドイツのシュタインハイムクレーターで最初に見つかったシャッターアンである。シャッターコーンは数ミリメートルから数メートルに及ぶ岩石の内部に生じた塩水状の割れ目であり、これまで隕石孔でしか見つかっていない。外部例の1966年の論文では、 ディーツの主張が補強され、サドベリー貫入岩体の周囲全域にわたって、さらに周囲にのみ、シャッターコーンの存在が確認された。シャッターコーンの分布は、貫入岩体の円から1 3トルの地点まで至っていた。シャッターコーンの円錐の軸は、衝撃波が発生した地点を指し示す。外部例は、不完全ながら、円錐の軸の方向を調査。 軸がサドベリー隕石港の中心、現在の地表より高い地点を示すことを指摘している。ディーツの説では、約17億年前に隕石がサドベリーに落下。直径 45km の隕石港が出現したのと同時に衝突衝撃波によってシャッターコーンが形成された。落下の衝撃によりマグマが生成され隕石港を満たした。体積が大きいために、 マグマの冷却速度は遅く、相乗に分化した。硫化物に飛んだ液にニッケルが溶け込み、ニッケルの比重4から7は、計算使用の比重3前後に比べて重いために下に沈んだ。こうして、災害周部がニッケルに飛むこととなった。その後、海水が隕石港に侵入し、衝突時の破砕物と合わせて堆積し、ホワイトウォーター層群が堆積した。最後に、 カナダ建上地の作り山運動であるグレンビル造山運動によ、約10億年前に南東から圧縮力を受け現在のような楕円形の形状を成したというものである。ニッケルと銅の由来についてはマグマの分化によって形成されたと考えられている。リーツは一つの可能性として落下した隕石がニッケルに富む鉄隕石であったと記している。その後の研究によって、 サドベリー火星複合岩体の蘇生はマントルとは異なり、カバンの岩石の混合したものに重なることが明らかとなった。また、地震波などの調査によって、サドベリー火星複合岩体は地下で繋がっているが、火山活動の急減岩脈が認められないことが判明した。現在では、サドベリー火星複合岩体は、リーツの言うような衝突に誘発された火山活動のマグマではなく、 衝撃誘拐物シートであると考えられている。リーツが火山活動による業界岩としたホワイトウォーター草群のオナピン類草も現在では数バイトと数バイトが再体積したものと解釈されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。